今回の動画はなぜ N 国党さんは、世間から、拒絶された否定されたかっていう動画を撮ろうと思います。それは2019年に変化が起きたんですよ。西暦2019年、どういう変化かっていうと、2019年まではあの誹謗中傷とかとかなんか過激な行動をしたりして炎上することがまだこうよしみたいな状況があったんですけど、それが急速にもう急激に変わっていったっていうのがありますね。それは僕もね肌で実際に感じますね。まあ YouTube さん側はもう西暦2018年からもうそういうのダメですよみたいにやっててアカウントバンとかなってただろうし、まあ実際に世間の状況もそういう風になってったと思います。僕自身もね結構丸くなってきてると思います。もちろんね結構攻撃的な発言もできるんですけど、僕をウォッチ し続けてる人は見ればわかると思うんですけど、僕も結構丸くなってきてるなと感じます。 Twitter にしろ YouTube にしろ、なので急速にねこの西暦2019年なぜか変わっていきましたね。なのに、N 国党の立花さん、まあ、立花さん参院選に当選するまでは良かったんですけれども、あ良かったっていうか僕はそこからその時からも批判してましたけど、そのままでずっと行っちゃって、マツコさんとかそういうこのままでもガンガン炎上でガンガン行くんだみたいな姿勢やっちゃってたんで、YouTube からも嫌われて、世間からも、否定されてっていう風になっていった。だから切り替えていかなきゃいけなかったのが、炎上でこのままずっと行けばいいんだっていう風なところの、その読めなかったっていう、肌で感じてなかったのかなっていうのはすごく思います。だから今年の M1 なんか見てもぺこぱさんすごく良かったなって僕は思うんですね。もう画期的だなと思ったんですね。やっぱ今の世間の状態っていうのはマウンティングでなんか誰かを傷つけるとか、まあ、ポリティカルコレクトとかありますけど、優しい世界をね、差別とか偏見とかそういうの誰かが傷つく笑いとかそういうことではなくて、優しい世界をやっぱ求めてるんだなっていうのを感じますし、それはとてもいいことだと思うし、時代がね変わってきてんだなって思いました。まあもちろんね毒とか攻撃的なことも必要ですけど、やっぱそれをうまく使わないと N 国党さんみたいにこう世間から否定されちゃうんじゃないかなと僕は思いました。何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。